じゃじゃーん。どうもポロタンです。今日はですね、すいません、ちょっと髪がちょ筋トレ、今また筋トレ終わりまして、今日は足と上腕二頭筋鍛えたので、まあちょっとご褒美ということでね、筋トレいっぱい頑張って、今日珍しく走りもしたので、こちらです。じゃじゃーん、ハンバーガーで、これはですね10年ぶりに僕ハンバーガー食べます。あれが食べたのが、前食べたのが、そうですね、確かちょっと暑いな、16歳の時の部活動の帰りで、そう、大会の後にハンバーガー屋さん行って、大会って結構地元から遠いところ行ったので2時間ぐらいかかってて、で帰り2時間かけてちまちまダブルチーズバーガーを食べながら、ちまちま食べてて、先輩に怒られたっていう、ちまちま食べ過ぎだっていうので、その記憶が残ってて、それ以来はもう記憶ないので、もう約10年ぶりに買ってきました。やばい、もうすんげえ緊張した、頼む時に何言っていいんだろうみたいな、すげえもう緊張して今買ってきて、結構ね、もう気持ちが前ハイテンションだね。それで今日は美味しいハンバーガーベスト3、ロコモコバーガー、リスナーさんから聞いたんですか、あとエビフィレオ、そしてチキンクリスプ、この3つが美味しい美味しいって結構ツイキャスでコメントあったので、またこういう企画やるので、ぜひツイッターフォローしてあげればと思うんですけども、買ってきましたよ、その3つ。これが何、メイドフォーユー、いや、わかんないな、わかんない、ちょっと、これがなんだろう、全然わかんない、わかんない。で、これが、ちょっと薄いね。これだけが結構薄い感じで。早速、この3つ。じゃーん。ちょっと食べていきたいと思います。やべ、ちょっと、やばいな。超テンション上がって、10年ぶりに。よし。さっきプロテイン飲んだので、またちょっとお腹がいっぱいで。あんまほんと空腹状態で食えないのが残念なんです。では、まずこちら、黄色いやつ。なんだろう、これチキンクリスプかな？じゃーん、これ、あ、多分チキンクリスプだね、これ。100円マックで美味しいとか言ってたので、そう、100円だからびっくりした。いただきます。さっき買ってきたばっかなので。ベスト3を3つ食べてね、決めたいと思います。じゃ、いただきます。ほーん！うまい。なんかこんな感じで。うん。あ、チキンだね、ほんと。うん。チキンナゲットの薄いやつが、バンズに、これバンズっていうのかな、バンズに挟まってて。はいはいはい。ほんとソースが美味しいですね。うまい。うん。あ、タレがうまい。うん、結構小さいんです。お手頃に。うん。うん、普段はこんなファーストフード食わないんですけど、ほんと10年ぶりで、ファーストフードと一切食わないんですけど、まあ、今日は YouTube っていう動画のためにもあるし、ちょっと鍛えて頑張ってきたので、うまいな。3つでね、880円ぐらいだったんですよ。880円に夕食も使わないってもったいないと思ってて、いつも1日、650円ぐらいで済ます人間なので、ではね、味わっていただきたいと思います。うん、いただきます。うんうん、うん、さ、この、黄色いタレがうまいね。ちょっと下からの肉食いで。うん。うまい。懐かしい、これも。マックの匂いが懐かしいの。はい、
これ食べ終わりました。続いてどっちにしようかな。どっちがどっちかわかんない。これすげえ分厚い。何頼んだっけ。あ、ロコモコバーガーかエビフィレオか。どっち行こうかな。こっち行きます。エビって書いてあんだこれ。エビって書いてあったわ。開けます。おー、これがエビフィレオフィッシュか。あ、ゴマがすごいねこれは。あ、匂いもいい感じ。キャベツがしっかり入って、まあ、こんな感じですね。あ、タルタルソースで、はいはいはい、キャベツたっぷりで。じゃあいただきます。あ、これが違うね。すごい弾力あるバンズが。うん、あ、違う。うん、あ、パンが全然違う。うん、すんげえ歯型に合わせてグニャーみたいな。そしてエビのプリプリ感がまたね、いい。ノンパンに合ってるわ。弾力、うん、超高級なソファーを噛みついてるような感じ。うまいな。エビフィレオさっぱりして、さっきチキンだったから。うん、さっきのチキンクリスプとパンがやっぱ違う。こっちの方がやっぱ高いから。いくらだったかな、308円だったかな、エビフィレオ、わかんねん。やっぱパンが全然違う。この弾力がやばい。なんか、うん、あ、うまいわ。エビがまたいいな。ん？うん。あ、うめえこれ。またいつ食うかわかんないので、マックはまた10年後、もしかしたら20年後ぐらいに食うかもしれない。普段もう全く食う習慣ないので、味わっていただきたいと思う。エビフィレオ、うん、プリプリしててやばい。あえてのマックで買わずに近くのスーパーで買ってきました。うん、ちょっとやっぱあんま脂肪つきたくないから、脂肪の吸収ね抑えて。じゃあ下からいっちゃいます。やば。最後こちら、これが最後ロコモコバーガーか。これ期間限定の美味しいよって言ってたんで。おお、すげえ。なんだこれ、え、やばい。え、でっか。え、でっかいし、何このバンズ、また違う感じの。あ、なんか香ばしいな。なんか香辛料みたいなのあるな。うわ、何ロコモコって。チーズもすごいし、やば。食えるかな。やばい。うわ、卵もやばいな。うわ、これすごそう。卵も入ってまして、チーズも。肉もすげえな。いただきます。やばい。あー、やばい。肉だ。肉とチーズって感じ。ここがやばいもんな、これ。ここ、これ美味しそうだね、ここ。ここうまそうだね。いきます。あ、うん、
うまい。何これ、パンの香辛料がすげえな。でこのソースもなんかデミグラスソースみたいにちょっと変わった、うん、ソースでチーズが全然負けてない。そこを緩和させるかのごとくこの卵はねうまく中和していって、やばい、うん、すげえなこれ、うまいな、うん、だって2つ食った後に食ってるからな、結構お腹いっぱいなんだけど、それでもねうまい。うわここやばい、ここ絶対うまい、いきます。うわぁ米欲しいな、あ、米欲しいな、マジで。うん、ガツンとくるねこれ。肉がすごい。うまいなこれマジで、この。この卵とさ、卵の白身とチーズと肉と、そしてこの紅のケチャップ、これが絶妙なバランスだ。そしてこのバンズがまたいい香辛料だよね。いただきます。うん、はい。ということでまあまあお腹いっぱいになりました。あとハンバーガー2個ぐらい食えるかな俺の中では。いや美味しかったです、本当ありがとうございます。リスナーの皆さん、ロコモコバーガー、エビフィレオフィッシュ、そしてチキンクリスプ美味しかったです。そしてじゃあ僕が決める第3位、今の3つの中で第3位はじゃん、チキンクリスプです。うん、いやめっちゃうまいなと思ったの最初は。うん、だけどやっぱパンがねやっぱ安っちいっていうのも美味しいんですよ。美味しい上で言ってるんだけど、パンがやっぱね2つよりも安っちいっていうのと、あとはねやっぱちょっと飽きるかな、やっぱあのチキンだとモサモサして、でもめっちゃ美味しかった。で第2位はエビフィレオフィッシュです。あのプリプリはやばかった。やっぱ3つのバーガーで一番ね、その噛んだ瞬間にあれなんだこれで、その最初噛んだ時にもうねふにゃーっていうその弾力感がすごかったですね。一番ズバ抜けてやばかった。1位はもちろんロコモコバーガーでしたね俺の中では。あの卵とその黄身とその白身とそのやっぱクリーミーになるじゃん卵って。でそれに負けないぐらいチーズとあのタレと肉のその肉汁がねすげー相まってね、うわ肉チーズでまろやかみたいな、それが最高に美味しかったですね。そしてあとまた香辛料のあのパンがね結構その食べる瞬間にふわーってきて、食ってるな、バーガー食ってるなって感じしたのはやっぱロコモコバーガーでした。ということで以上、まあ、10年ぶりにハンバーガー食べてみたでした。ちょっとやばいな、俺また食いたくなっちゃったこれ。ということでありがとうございました。またねこんな感じでやっていきたいなと思うので、ぜひツイッターフォローしていただいて、次はこれやってくださいみたいなのあればやろうかなと思うのでよろしくお願いします。ということでごちそうさまでした。ありがとうございました。皆さんあんまりファーストフード食べないように、まあほどほどに食べていきましょう。ありがとうございます。